はい、どうも、イゾルです。ようやく今、我が家に帰っては来たんだが、ちょっとね、アクシデンス。ちょっとね、風除室がどうやら雪で潰れた臭いから、ちょっとここをどうにか撤去するというところから始めないと、危ないな、こりゃ。まあ、とにかくどうにか頑張って撤去だね。はい、井上です。はい、今日は香川の、まあ一応乗り業者のバイトから戻ってみたら、まあ潰れてましたねっていうことなんで、まあちょっと危ないんで撤去します。ここ撤去するところから始めます。はい、どうも。ですね、まあ、退屈な動画なんで、まあ、一応ナレーションを入れようかなという初めての試みで、動画作っていきたいと思います。で、ショックでしたよね。だからなんていうの、すげえ疲れてるんですよ、マジで。香川から秋田まで高速で通してきて、こっちを戻したけど、やっぱり寒くて寝れないんですよ。これ、秋田に入って、一番最初のネットカフェで寝てから来たんですけど、まあ、これはなるべくしても、今、もともとシロアリに入ってるんですけど、この木のところにアリが寄せられたんですけど、もうこの風車を解体しないと危ないよと言われてましたけど、という条件だったし、まあ、その通りの金がないとということなので、まあ、それとは詰めてて、まあ仕方ねえやっていう感じで、でもそこは払ってきて出稼ぎには行ったから、これはまあ、必要経費というか、まだ運が良かったですよね。でも家の屋根がどんどん長くなってないからまあいいっすよ。で、まあこの動画を撮ってる、吹き込みをしている現在、吹き込みしているのは4月18日なんで、まあ、これは終わってます。でもまあこの時に気づいた人があって、風除室の屋根があるところですね、ここは雪が落ちてこないようにストッパーが屋根のところに、雪国のストッパー、雪国の家の屋根ってストッパーついてるんですよ、雪が落ちてこないように。でもまあ雪を下ろさないと屋根が潰れちゃうでしょっていう話なんですけど、そういうわけじゃなくて、要は中でちゃんと暖房を焚いて屋根が温めれば溶けるんですよ。で、この家は断熱材で一番の屋根裏入ってないから、暖房をつければ屋根裏にもう地下に行ってしまうので、まあ雪を下ろさなくても溶けるという話ですね、暖房をガンガン焚いてれば。でもまあいかんせん冬場はちょっと僕が住み込みのバイトに行くっていう生活サイクルで来ちゃったんで、まあこの家のためにも、まあそこら辺はどうにか直していけっていうことなのかなという出来事です。まあそういう選択を迫られてるっていう出来事なのかなっていう受け取りをしてます。まあ、一応ケツ、僕の動画の中の僕のケツの後ろに室外機があるんで、ここはエアコンのある部屋なんですよ。で、エアコンのある部屋で、ここだけが、ね、やってみたらこう雪のストッパーがあるんですよね。多分ここで雪、屋根の雪滑ってきたら危ないっていうのもあるからあるんですけど、まあ、屋根の雪が滑ってほしくないとこにはストッパーがついてます。でもいかんせん、今回のこれで、ストッパーごとおそらく屋根の雪が落ちたんですよ。折れてたんだよね。で、そのトタンの下にね、6個7個かな、その雪を止める鉄のストッパーがあるんですけどね、それが落ちてました。はい、まあほとんど崩落してたんで、まあ今日こんな感じになりやした。なので、ね、ちょっと厳しいっすね。で、あとはこれ古釘全部地道に抜いて、そうだね、この屋根がね、
まあこれ家に打ち付けてある分あそこから外さんとダメかなっていう感じだよね。それかもう電力で切りながらやるしかないわ。ちょっと頭が痛いところだけど、まあ、地道にやるよりかは一気にこれ外しちゃおう。まあ屋根が意外と頑丈についてるんですね。で屋根この後、まあ、これどうにかするんですけど、ご装備でも構造材自体に打ち付けてあるんですよね。これがまたどうもこうならなかったんですよ。まああとはこの屋根もどうもこうならないし、早く取らないと危ないと思います。であとはちょっと屋根雪が落ちてこれぶっ壊した時に、あのトタンを固定してあるトタンのためのあの釘があるんですよ。であれが結構散乱してて、結構釘踏んで足の裏に穴とか開きましたね。なかったですね、こればっかり。でまあ一応エッチャオッチャこれトタンを外すんですけど、これがまた単調作業でつらい、めちゃくちゃにつらい。飽きが来る本当に。まあ飽きちゃいけないんだけど、まあ、本当にどうしようかなというところっすね。一応これぐりぐりぐりやりながら、釘も回収しながらですね、初日ですし、家に帰ってきた初日で、まあ、やることがあるよということでやってますね。チュインチュインってこう釘を切りまくるんですよ。これがまた辛い、ほんと辛いですね。これで電ノコの刃が死にましたからね。で意外と電ノコの刃も高いからどうにもならないんですけど、とりあえずはこの屋根を解体しない方がどうにもないです。であとこれ雨降ると雨どい設置してないから
ようもないですよ。水がバチャ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 落ちてきて、だから結局どうもこうもねえし、どうもこうもないから屋根は作る以外に選択肢がないです。で屋根を作っておかないと今度は、床下ですよ。ここにですね、水が実は流れ込んじゃうから、そうすると床下がの土が乾かない状態に続いちゃって、使い石が沈みます。でそれに追い打ちかけるように隣が製材所で、隣にある原木を置いてあるんですよ。山から切り出してね、でそれをフォークで下ろすとボトンボトンボトンでどうしても振動来るんで、その振動で使い石がどん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 埋まっていくっていう循環になるんで、これからどうしようかなっていう感じです。まあ、ドカコンのようなものでも一旦打とうかなっていう感じがあります。はい。で、まあ、これが、屋根が取れないですね。なんか、デタラメに釘打ってあって、どこでどういうふうに釘が効いて取れないのか、ちょっとわからんですね。釘にかけてるし、連続で切ろうにもその連続の刃が当てられないところがほとんどなので、あとは連続を当たってもそこで必ずこう釘が注意するみたいな感じで、一旦もう落としちゃえと思って、これバールで柱叩いてますね。まあ、結構俺ビビってますねこれ。これね、柱を落としても落ちないんですよ。これ五寸釘ですよ。構造材自体に効かされてるから、これこの時点でどうもこうもねっていうのがまあ分かった感じですよ。じゃあまあ仕方ないから、これ柱戻しの対策を練りですね、はいはい、いやーなんかね、落ちるかなと思いきや結構あれよな、ここ屋根に打ち付けてあるやつがすごい強いんで、とりあえず上の波トタンをバリバリっと切んなくちゃダメかなという次第です。それであとちょっと梯子の高さも足りないかな、多分ここも、ここをどうにかせにしないとどうもこうならないんで、とりあえず上の波トタンどうにか取っていかないとダメだね。これ一番こう危ない状態だから、ちょっとやばいことになったわ。ああ、ちょっと切るかな、上のトタンを。はい、じゃあ次回もよろしく頑張るよい。こんな感じでやってます。バイバイ。